2013年6月、ウェールズは2013ミッドイヤーラグビーテストマッチシリーズの一部として日本へ遠征した。ウェールズ代表は6月8日と6月15日の2度、日本代表とテストマッチを行った。6月8日は日本で最も古いラグビーユニオン専用競技場である大阪の近鉄花園のラグビー場で6月15日は 日本ラグビーのホームスタジアムである東京の七分宮ラグビー場で試合が行われた。ウェールズにとって日本とのテストシリーズは2001年以来であり、日本との対戦はラグビーワールドカップ2007本大会一時リーグビー組での試合以来であった。また日本で日本代表と対戦したティア1の国としては2006年のイタリア以来でもあった。 遠征の開始時点では日本はウェールズから勝利を挙げたことがなく、これまでの全試合でウェールズが勝利を収めていた。しかしながらシリーズの第2試合で日本はウェールズからテストマッチ初勝利を挙げた。テストシリーズはウェールズ1勝、日本1勝の引き分けで終わった。第2試合の秩父宮ラグビー場。観客動員数2万1062人。 花園での第一戦は敗れた際にエディ・ジョーンズはアタックでチャンスがありながら自ら失った。大事な場面で集中力が欠けた。同じ過ちを繰り返してはならないと話していた。そして第二戦 SH 田中志郎は積極的にサイドアタックを仕掛けて FW を前に出し、後半になると連続攻撃から最後は相手のディフェンスが届かないところで、 フロリダ・マーケル・ブロードハーストがトライ。さらに CTB ・クレーグ・ウィングのトライと、ゴローマルの PG で23得点。ディフェンスも後半に1トライを許しただけであった。ウォーレン・ガットランドとロブ・ハウリーが、ブリティッシュアイリッシュ・ライオンズの2013年、オーストラリア遠征に専念しているため、ロビン・マクブライドが、臨時ヘッドコーチを務めた。5月21日、マクブライドは、 遠征に参加する27名を発表した。遠征の前にアーロン・シングラーとアシュリー・ベックが怪我のため離脱し、ジョシュナビリとアダム・ウォーレンが代わりに招集された。2013イブ・パシフィック・ネーションズ・カップ及びウェールズ、日本遠征に参加した日本の35選手。中、中、ありがとうございます。